第一候補はグレーです。グレー、はい、グレーかっこいいね。はい、第二候補は意外とあの3つ目のネイビーなんですよ。ネイビー、そうそう、これはないです。ネイビーってもっと暗いネイビーなんですよ。はい、はい、これ特にステージって何色のイメージですか。もちろん、なんかナディルさんはさっきのタッチ水色もありなんだ。ありですかね。水色ありですね。はい、水色です。ここのイメージ、まあ、そうですね、うん、だこの髪出しを多分同色でもいいのかなと思ってます、はい、っていうのでもありかな。で、その小指の短いところだけキャンプ、小指じゃない、指の短いところ、はい、髪だ、指の股、はい、ここ外足を投げてできる。ここ切って。ああ。じゃこれを反対側にもつけるイメージです。両方とも。こっちも。それはできるはず。ややこしい。でここでこれなくなっちゃう。これもなし。ああ。混濁して。でこの切れた部分ぐらいから。何歳です。何歳です。まあ、そっか。なんかここしかない。ここ弱くなっちゃいそうな気もしますね。要はさ、あそこはもう気にしないから。はい。外野手もそうですし。実際どう。で、ここ、あの、ぐるぐる巻きの外野手みたいな。まあ、それちょっと、そうですね。基本的にはそうですね。で、半分は、どうですか、ちょっとややこしい話ですけど。サボックスの襟はちょっと色を確認させていただきます、はい、あとは、直接ロゴの刺繍ができるかどうか、はい、それからあと本体のカードとしては黒は、艶のないマットのカードがあるし、はい、そのネイビーは、まあ、黒に限らず近いようなネイビーと、ネイビーはやっぱり艶がない方、ないこのようなイメージで艶のないもの、はい、はい、ありがとうございます。はい、これ答えちょっと僕のクラブを確認して、はい、はい、